この番組はデジモクリッチルご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。よいしょ、よし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 、全然久々じゃない。久々やね。いやな、久々とはいえ多々使ってきた。うん、おなじみっちゃおなじみ。あ、もうちょっと聖、若干聖地みたいな感じになったんだよ。ここ来とるリスナーもおんのかな。いや、おるって聞いたことあるね。マジ、うん、よう見つけれるね、こんなとこ。おっちゃんのとことここ。うん、まあ、あとここ普通に通ったら紙巻きタバコ吸ったやつは絶対あ、吸おうってなるもん。うん、そういや、紙巻きタバコオワコンなんかな。オワコンやん。オワコンな、オワコンやからこそ俺らが輝いてる。あ、俺らに需要がある。その泥水の中やったら普通の魚も輝いとるみたいな。そう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 、泳がんやん普通泥水で。うん、そこあえて泥水飛び込むことによってちょっとだけ目立ってた。泥水の中では最上位に行けるいや、それ失礼やろ。喫煙者全員泥水って言うみたいな。泥水でしょ。まあでもほんまに紙巻きタバコやばいなっていうのがあって、うん、まあみんな知っとると思うけど、そのフィリップ・モリスがもう10年以内に紙巻きタバコ撤退するのをもう2年前ぐらいに、去年、いやもう3年前ぐらい、まあそんぐらい前に言っとんすよ。あと7年ぐらいや。へえ、周りにはでもなんか新商品とか紙巻きで出したりもしようよね、フィリップ・モリス社。たまに出してますね、マルボロのあれとか。うん、それこそあれ、お前パーラメントフィリモや。あ、ほんまや。お前もワンチャン7年後もう吸えんくなるかもしれない。え、それやば、結構やばい。やばんもんで、最近アイコスの新作が出たやん。うん、それ関連でフィリップ・モリスの CEO がなんか日本来てインタビューみたいなしとったんや。もう CEO の人が紙巻きタバコは吸わない方がいいって。やばい、ざけんなよ。やばい、あんだけ作って宣伝してきてマルボロメンとか言ってそれかい。え、まあ、そもそも今フィリップ・モリス社のスローガンがある、会社の企業理念煙のない社会を目指して。え、誰が言うとんねんお前らが黙々にしたんやろうやん。で、まあ、その CEO の言い分としては、うん、まあ、その電子タバコがどんどん出てきて、まあ、完全に上位互換やと、紙巻きタバコの、うん、そのテクノロジー的にも、うん、まあ、健康の害とか匂いとかそういう面を解決した上で紙巻きタバコと同じ満足感を得られるものがあるんだから、うん、そっちでいい、そっちを吸えって言っとるわけ。同じ満足感は得られんけどね。もうそれに関してうちのチャンネルで異を唱える人間いっぱいおると思うんですよ、うん、それをどうぞ皆さんが代弁してくださいと今回の喫煙テーマはそれですよ。まず CEO がもう本当にまともな喫煙者じゃないなっていうのは分かったありえんもん。だって、まあ、そのアイコス吸っとるやつおるよ、うん、けど妥協なのよみんな。いや、そうよ。もうだから職場でアイコスやったら吸えるから、うん、まあ、例えばアイコスだけの喫煙所があるとか、まあ、家の中車の中で吸えるからっていう妥協ですと、大体が。いや、ほんまそう。まあそのアイコスにね、アマツさえ慣れてしまった、うん、もう本当に未熟者たち、脱落者、喫煙者としての敗北者たちはあ、もうなんか髪臭くても吸えんわとかね、うん、言っとんよ、心が。言っとんよ。しょうもないよね。嘘つくなって。それ先生さんがやで、CEO と逆のこと言うから。分かってこいよ。いや、ちなみに俺、フィリップ・モリス、アルトリアグループっていうあの会社の中のブランドとして、タバコブランドとしてフィリップ・モリスってやってるんですけど、僕、アルトリアグループの株持ってるんですよ。いや、売った方がええ。株主なんですよ。まあ、ちょっと聞いて、うん、で株主って経営者より力上なの、だから CEO より上なの。わかります。まあまあまあ、その金額にもよる感じはするけど、うんうん、何円やると3000円とかやるとどうする。1600円。やばい。1600円分は言わして。それは権利ある。言えんて。今1600円分ぐらい。もうこっから先はあんま言えん。いやでもね、そんなんさ、もう紙巻きタバコのうまい、紙巻きタバコの方がうまいのは当たり前の話やし、うん、多分その CEO もまあ心のどこかで分かっとるはずなんや。俺が思うに、はい、そのやっぱり紙巻きはもう JT さんに任せて、うん、こっちはこの加熱式の方で派遣を取っていかんと、もう企業的に危ないけん、もう戦略的発言なんじゃないかと思う。まあでもそれはあると思う。なんかヘルス関係とかも手広げようらしくて、うん、でアイコスを
世界で一番最初に日本で発売したの。ああそうね、新作その日本の喫煙者は質にうるさいからみたいなやつよね、うん、確か。あと購買率高いアイコス、うん、でもう JT もおるから紙巻きは日本は撤退して、うん、アイコスとかの電子系全振りで行こうかなっていうことなんやろ、うん、まあその加熱式のねもう圧倒的シェア占めてるのがアイコスで、うん、あの周り見ても多いやん。だからもうフィリップ・モリスも日本から撤退ってだけで、はいはい、その買い負け事業全世界的に撤退するわけではない。うん、どういうことが分かるか。日本のアホどもがアイコスをね、アイコスやチパチパ、トイザースで買ってきたよって吸った結果こうなってんのよ。買い負けが消えるの。そうアイコス信者だから警鐘鳴らしたよ俺は。うん、確かにな。そう一時でも紙巻きを愛したことがあるんやったら。うん、その紙巻きタバコの不利になるようなことせんとってくれ。ほんまにブルーム X にしてくれせめて。いやそうなるとハイライトなくなるのやな。違う違う、 JT が今後も稼げるようにせめてアイコス吸うならブルーム、まあ、せめてね。まあでも俺らもね、うん、あの結局アイコス、ブルーム、グローどれがいいので、うん、ちゃんと判断してブルームが一番良かった、ね、いやそれはそう、そういう意味でも普通のおすすめなのね、うん、安いしね、ブルームの。あとオワコンとはいえもう世界でそのタバコを禁止するのも進んできとるとはいえ、あんなに税金取れるタバコを国がやめるなんてことはないので、うん、確かになくなることはないです、僕らが生きてる間に。まあそのタバコというもの自体、うん、そのだから加熱式に乗り移って、うん、まあしばらくは生きていくんかもしれんけど。あとね、絶対に電子タバコでは得られない圧倒的な力があって、うん、風情ですね。いやそうね、うん、確かに趣がないよね。ないです。うん、でなんであんなに映画とか芸術作品でこんなにタバコが使われてきたのか、風情があるからです。うん、まあ言うもんね、その映えるってタバコ吸っとった映像が、うん、それめっちゃわかるし、でその文化は絶対になくすべきではないと僕は思うので、紙巻きタバコはオワコンではありません。俺らがさせません、オワコンに。そのための活動をしていますと言ってもほんまに過言ではなくなって過言ではないよ、マジで。ここまで来たらもう本当にその意思持って動かんといかんよ、俺ら。国内の最後の砦ぐらいの団体やろ、俺ら。大丈夫か、その発言、YouTube で。まあまあ、あくまでも個人の見解と言います。まあまあまあ、はい、うん、ただの、まあ、喫煙所での、まあ、一発の会話、ざれ事、雑談なんでね、別にそこに何か意図などは介在しないんですけど。ありません、全くありません。いやでもさ、その技術的にも紙タバコ上位互換って言ってたよ、うん、介護会やね。いやそれは絶対に介護会や。紙巻き愛護からしたらその言葉は全然はってなるよね、うん、まあ、味満足感、うん、それはもちろんね、うん、紙巻きの介護感ですから、うん、こっちがタバコね、そもそもあっちはおもちゃやから、うん、そもそも介護会やし、充電がさ、うん、切れるのよね。マジでそれあれが終わっとる。そのもっとバッテリーもなんかワンカートン分ぐらいさ、うん、持つぐらいのバッテリーしてくれたらまあまあまあやるやんって、ちょっとはね拍手とかしたいけどね。20本でね、まあ、もう普通の人十分なんか20も吸えたらええんか。まあアイコス吸う人にある程度タバコ減らしたいとも思っとるかもしれんし。まあそうか、まあ、確かに2ヶ月も吸えば確かにもう加熱式でええわって、紙巻き吸えたもんじゃないわとかいうやつも出てくるかもしれんけどさ、うん、もう2週間ぐらいあの加熱式タバコ吸って、うん、久々に紙吸った時のあのうまーってなる感じ。なるんや。絶対なるよ。なるでしょみんな、うん、いやそれこそやけん俺の先輩が最近あの指折れて入院しとったんやけど、うん、2週間ぐらい、うん、トイレのあのなんていうの便所のとこで、うん、こっそりあのアイコス吸ったらしい。高校生や、ほら館内禁煙やし、うん、外出許可もおりんから、うん、もうしゃーなしでトイレで吸ったらしいんやけど、その夜ベランダで、うん、もう監視員とかが全部寝静まった後に紙巻きをベランダで吸う時が一番うまいってことで、シチュエーションもいいね。いやまあね、気持ちいい、うん、それはその気持ちは絶対にタバコ吸ったことある人だったら持ってると思うので、うん、あとそもそもやっぱりタバコよりその健康的にも上って言われてますけど、うん、アイコスが出てからまだもう 4,5 年ぐらいしか経ってないわけですよ、うん、その十分な検証が10周年って言っとった気がする。そんな経つ？そんな経ったんよ。まあその完全に普及しだしてからかは分からない。ああ、だからそのね本当に体にいい
マシかっていうのも怪しいわけだ、うん、まあ、まだちょっと統計としてはねデータ足りてない、そう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 、だからまあそこちょっとあるよっていうね、まあ、そこで戦いに来るのはちょっと違うよっていうのはあるね、うん、まあ、その作るならほんまにもっとうまいのね、うん、作ってくれたらまだねあれないけどね、うん、まあ、企業的にそうやって金付きの方を伸ばしていかんと戦えんっていう気持ちもわかるけど、まあね、そもそもその健康の害がどうこうで、そもそも社会の風がねいますから、わかるけど、ちょっとね、フィリップ・モリスのタバコ全然紙巻きめっちゃ美味しいのがいっぱいあるしね、もう10年でなくなってしまうってなったら相当悲しいね、悲しい、両方伸ばしていったらええやん、もうそんな、でも社会にもね、やっぱ言わんといけない、そもそも喫煙っていう娯楽ですからね、うん、もうそれを別に迷惑かけんようにこっちもするんで、うん、できるだけね、うん、だからもう許してくれよ、ね、タバコをなくさんといてくれと、それを我々で今後も言っていきましょうとそれ決意を固めた喫煙所でしたね、うん、え、今行く？もう一本もう帰るとこよ、まあ、動画外でしようかなまあまあまあ、だってここで俺らアイコス取ってみ、何の風情もないないよ、何もない、何も楽しない、この外の喫煙所でみんなで紙巻きをするから気持ちええんや、そうな、焚き火好きなやつ多いやん、うん、それと一緒やまあ火はね、人類の本当に最初にして最高の発明ですから、うん、まあ、それをね、うん、あのもうこれ以上何か言うことはない、うん、方向性違ってきよう火ええぞ、火は、うん、紙タバコはこうって言われますけど、そんなのはもう気にせずに、これは趣味なので吸っていきましょうということです、吸っていきましょう、帰るか、帰ろう帰ろう